英語長文四択問題の解法、第2回目の今回はえ、本文を巧みに言い換えた選択肢表現に惑わされるな、ということをテーマにお話ししたいと思います。え次の英文を読んで、説問の回答として最も適切なものをえ A から D の中から選びなさいえ。前回に引き続き、早稲田大学のえ人間科学の問題からえ解法を取り上げたいと思います。 まずは PDF ファイルをダウンロードして問題を自分で解いてみてくださいここでは一文一文の解説はせずに解放をコンパクトにまとめて解説をしていきますはい問題は今回は、えー、全部で3台ですねで、えー、と3台とも確実にしとめるということを、えー、としっかりと目標にして学習をしてほしいと思います 3問中1問間違えた程度で「あまあ大したことないや」というふうに思うかもしれませんがこれが例えば、えー、そうですね10代になななれば、えー、と1つの間違いがが大きな傷になることがあります。問題の正解を求める回答力の精度というものそれをしっかりと追求した学習をしていきましょう。 えとそれでは、えー、今回も、えー、解放に関してはスキャニング、えー、本文質問で問われていることが本文のどこに書かれていることなのかをまずしっかりと見つけることそして選択肢を えーまあ、センターレベルの問題であればある程度正解にこれしかないという正解がパッと浮かんで見えるようなこともあるかもしれませんが、えーまあ、特に次第の少し難易度が高い大学の問題などではしっかりと一つ一つの選択肢の可能性を消去して、えーまあ、正解を選んでいくということですね。 はい、えー。まず第1問目は、what is the cause of today's widespread smoking habit? というふうにあります。えー、今日、えー、喫煙習慣が広がっている原因は何なんでしょうかということですね、えー。本文の該当箇所は、第1段落の、えー、このブルーの蛍光ペンを引いた箇所にあります。タバコというのは数百年にわたってずっと使われてきた。最もっとも、it was not until、それから、that、えー、<laughs> ですね。この辺は、 重要構文などの学習ですでに学習していると思いますがもともとこのノットはざっと以下の英文に合ったノットが、えー、ついているものでアンティルを否定しているものではないということを、えー、<laughs> 思い出してくださいそうすると喫煙の習慣は、えー、広まっていなかったでアンティル何々までということですから喫煙の習慣が広がったのは逆に この The Development of Mass Production and Marketing Techniques この部分になって初めてだということですねで。ここで本文を巧みに言い換えているという点に、えー、と注意をしてください。ここの設問は今日、えー、喫煙の習慣が広まった原因は何ですかと書いてあります。ここでは原因と書いてありますね。 そしてこちら本文では、えー、原因といいう形で書かれていません。えー、つまり <laughs> 喫煙の習慣が広まった時の流れの中で、まあ、現在がここだとして、えー、喫煙の習慣が広がったのがここだとするとここになって初めてこの後広がってったんですよという話になるわけですがここにあるものが何なのかつまり説問では因果関係 本文では、えーまあ、時系列で書かれている、えー、ここをですね、えー、としっかりと、えー、注意して読まなければいけませんそうするとマスプロダクションとありますから大量生産そして、えー、マーケティング、えー、テクニックスつまりタバコを大量に生産しそしてそれを、えーまあ、売るテクニックこういったものが発達して初めてタバコの、えー、喫煙の習慣は広がったのだ というふうに書いてありますので、えー、ここから、まあ、原因は結局ここにあると。つまり、えー、タバコの大量生産、タバコを、えー、上手に売っていく、えー、そういったものが発達した、これが契機になっているということがわかりますから、答えは A となります。えー、B のプリヴィレッジト・グループス・フェイバリッド・パスタ m e 要するに特権階級の娯楽であるとか、若者の強い好奇心であるとか、 えーまあ、漠然とした、えー、と将来に対するアンザイアティーつまり不安であるとかこういったことは本文に一切書かれていませんので、えー、勝手に読んではいけません本文にある似たような表現にも惑わされずにきちんと該当箇所に、えー、から根拠を持って判断できるようにしましょうはい、えー、次の問題ですが「How has the per capita consumption of tobacco changed in wealthy countries」というふうにあります 一人当たりのタバコの消費量というものが、裕福な国々では、どのように変わってきたんでしょうねということですが、該当箇所は本文の第二段落にあります。The Per Capita Consumption of Tabaco というふうにありますので、この表現と、それから The Per Capita Consumption of Tabaco、この表現が同じであることに注目をして、ここが該当箇所だというふうに、 判断してください。これが、in some countries of Western Europe, North America 以下書いてありますけども、30年ほど前にピークを迎えたというふうに書いてあるんですね。ここがまあ非常に意地悪というか分かりにくいところで、ピークを迎えるというのはグラフにおいて最高点、頂点を迎えるということをピークを迎えたというふうに言うわけですね。そして、えー、っとその後、and has been declining. ディクライニングというのはこのピークから下がっていった。そして The decline may have stopped in the 1990s 1990年代にこの現象も要するに少し落ち着いたということですから、まあ、横ばいというふうに考えます。そうするとグラフの流れとしては一旦上がりそして下がり横ばいという形になるわけですがこれと矛盾しない選択肢を探していけばよいわけですね。そうすると A はドラマティカリーに増えていった。これは こういう風な、一方的、あの要するに、一方的に増えているという状況を表してますから違います。B は、えー、ゆっくりではあるが着実に上がっている。こういう流れになるんでしょうか。A はこれで、B はこれで、こっちの下の方にある、このグラフと違いますよね。このグラフと違う。だから、A も B もダメ。 C を見ると、It has remained stable has for 30 years. つまり30年間変わらない、安定しているというふうにありますから C が表しているのはこれです。よって D しか正解にならないことは容易に見抜けるはずです。はい、えー、と最後の問題ですが、What is a feature of the tobacco market in wealthy countries? はい、ウェルシー・カントリーズにおけるタバコの市場の特徴とは何でしょうということなんですが本文の該当箇所が複数の箇所にわたっていますので丁寧にそこを見て処理する必要がありますまず一箇所目本文の二段落の部分ですが The growth in the consumption by young people especially women これが、まあ、増えている、えー、全体的な 男性や、えー、と老人の喫煙者はディクライニングしている。これがまず1点ですね。えー、つまり、えー、と若者、女性が増えてそして、えー、男性それから、えー、年寄りまあ古いといましょうか年寄りの使用がまあ減ってるということになりますね。 はい。えっ、ー、と、それに対してもう一つありますが、the widening social class gradient in cigarette smoking というふうにあるんですけれども、smoking used to be a habit of wealthy people. 昔は金持ち。これが今は、this has not been the case over the last few decades。そうではないということですので、 えー、そうではないということはどういうことかっていうと要するに、えー、と金持ちではない人々、まあ、貧しい人々の間で、まあえー、と喫煙の習慣が、えーとまあ、よく見られるということですねはい、えー、こうした変化というものを表している選択肢を探していけばよいということになりますそうすると男性の間で増えているという A は明らかに 男性のところではマイナスになって減っているという内容に矛盾しますから絶対に正解ではないそれから社会的な階層の間で喫煙習慣というものが変化しているということこれを全体を、まあ、抽象的にまとめたものですけれどもこれが正解になりますただいきなり本文にこういうふうな表現ですね「social classes」というのはまあソーシャルクラスグ radients というふうな表現はあるものの いきなりまあこれを正解というふうに飛びつくのは少し勇気がいるでしょうから C や D の選択肢もしっかり見てくださいそうすると Breast cancer に対する意識が高まった Serious disease 深刻な病気なんだっていう意識が高まったこれは本部のどこにも記述がありませんから書いてないことは正解にならない Widespread promotion of anti-smoking campaigns つまり反喫煙のキャンペーンというものが、えー、広がって、まあ、促進されたこれも本文に記述がありませんはい、えー、そして丁寧な消去法によって、A、B しか答えは残らなくなりますはいえー、と本文を <laughs>、えー、巧みに言い換えて、えーまあ、できるだけ受験生に分かりにくい表現として えー、選択肢が作られていますので、えー、そういったトラップに引っかからないで、えー、確実に正解を出す、えー、そういう練習をしっかりと積んでいきましょう。